じゃんじゃん。何？何でしょう。何それ？ちょっと前にご紹介したね。これがめちゃくちゃ良かったんで、もう一個追加。出したけどね。うん。ここさ、フレキシブル。ああ。360度ぐるっとできるさ。ソーラーパネルだ。ソーラーパネルめちゃくちゃ良かったのこれが。おお、これです。いいでしょう。200ワットのソーラーパネル、うん、でシール式貼り付けタイプ、うんうん、で2種類出てるんだけど、ここに穴が開いててフックで引っ掛けれるやつと、うん、こうやってもう裏にさ、あ、これがシールなんだ。そうそうそう。で今キャンピングカーの屋根に貼ったじゃん、うん、めちゃくちゃ良かったから、そうだね、ぺちゃんこでも真上から見ないとさ、ソーラーパネル貼ってることが全くわからないような感じで、うんうん、もう 1.5 ミリとかなのね、うん、厚みも。ここはもうちょい分厚いけど、でそのソーラーパネルを貼って10日間ぐらいさ、スキーの旅行に行ったじゃん、うん、で雪で埋もれちゃってる時はダメなんだけど、あのちょっとの曇りとかさ、雨の日でもさ10ワットぐらい出んの。そうだね、あれすごくて、で晴れてたら100ワット以上で発電してくれて、で置いてね、太陽で試しにやった時は180と170ワットとか出たんだけど、うんうん、やっぱ車の上だとさ、太陽に対して角度つけれないから、うんうん、160とか出ないんだけど、まあ、それでも十分発電してくれて、なんせ軽いし、うん、でもう止めてる時に勝手に充電してくれるっていうのがめちゃくちゃ良かったから、そうだね、ちょっともう一個つけたいなと思って、今回もう一つつけることにしました。はい、ちょっと発電させてみようか。うん、ね、やってみよう、うん。で、この BOGRV の UMA200 っていうやつなんだけど、うん、CIGS 系太陽電池で、うん、この CIGS っていうのが前もちょっと説明したんだけど、銅、インジウム、ガリウム、セレンの元素を使ったシリコンに代わってこの4つの元素を混ぜ合わせて作ってるらしいんだ、うんうんうん、でまあそこら辺の難しいことはちょっとさすがに太陽光パネルまではちょっと専門外なんで難しいからちょっと割愛させてもらうけど、うんうん、でまあ使用が最大出力が 200W、うん、で変換効率 17% で、うん、最大動作電圧が 24V でプラマイ 5% ね、うんうん、で最大動作電流が 8.52A で開放電圧 30V で、短絡電流が 9.48A で、やっぱ特筆すべきところは、重さが 3.83kg。うんうん、4キロないんだよね。200ワットで。軽いね。そうそうそう。で、大きさ、長さが 2087.5。で、幅が 660mm。で、厚みが 1.5 ミリ。ここのね、ここの厚みが。あ、で、ここはもうちょっと分厚いけど。うんうん。これの配線はこんな感じで出てます。で、これを取ると、MC4 だね。うん。で、付属のケーブルはもうここについてるのだけで、この先はついてないんで、うんうん、自分が何に充電するか、ポタ電だったらポタ電で、バッテリーだったらバッテリーなんだけど、この先は自分で準備する必要があるんだけど、まあ今時のポタ電はだいたいもうここについてるから、うん、ソーラー用の配線が、うん、で今回はこの BOGRV のポータブル電源についてたこの配線を使います。カチカチとはめるだけで、防水のパッキンが入ってるんで水も入らない仕様になってます。こうだね。でもこれを出すだけ。さあどうでしょう。うえ、すごいじゃん。150、160、お、すごいね。うん、170出たね。やっぱちゃんと角度合わせるとすごいね、うん、なんか車の上でもさ、こう角度つけて動かせればベストなんだけどね。そうだね、まあ、それが難しいから。結構シールもさ、幅広くしっかりついてるから、うん、相当粘着力が強いから。そうだね、引くともしなかった。まあ一応ね、周り中にこの下に水が入らないようにコーキングは塗ったけど、うんうん、十分きつくね。うん、そうだね、うん、こんだけフレキシブルだから、もうちょっと湾曲してるところとかにも貼りやすいんで、結構車って四角く見えても結構湾曲してるからさ、うんうんうん、おすすめです。
で早速つけていこうか。はい、ね、ここがさ、前つけたのがこっちだから、うん、ここに今度右側ね、右側に、うん、で、屋根に400ワット前にもつけたら600ワットになるけど、ちょっとスペース的に厳しいかな。ちょっと厳しいかな、うん、一応だしね、うん、必要かわかんない。こんな感じだね、いいんじゃない。よし、貼ってきます。そこ貼っちゃおうか。端っこだけね、うん、そこさえもビタッと貼ればもう決まるから。あ、やばい、手の指紋が取られそうなくらい。そうでしょ、いい、いいよ、うん、このまま貼っちゃう、うん、すげえ強いからな、これ余裕でしょ。 OK、 そこさえ決まればもう余裕、もうあとは剥がして、うん、ピロピロってこっちから貼るだけ、OK、はい、よし、これで剥がしていくか、うん、OK、ちょっとずつね、うん、こなれてきたの、うん、ちょっとずつ、うん、引っ張りないよ、うん、いきますよ、うんうん、いいよ、はい、めちゃくちゃうまいぞ、マジで。すごいよ。おめでとう。1ミリの狂いもない。すごい、マジで。俺らにしては奇跡だよ、ここ。ぴったり。まあ、それはそうか。最初に決めてんだもんね。バチッと。オッケー。二つ貼れました。感じです。完璧だ。いや、いいね。ではあとコーキングして配線です。よし、横丁モグラだな、これ。モグラが掘り返してんのか。あ、いっぱいだね、モグラの跡が。へえ、こんなここにあったら流れてきちゃうじゃんね、道に。困ったな。結構モリモリに漏れました。いいね。ソーラーパネルが右側にもついたんで、次は配線です。前回の配線は結局こんな感じでやりました。こんな感じで壁の横に這わしてます。配線を。なんで、今回もこれと同じやり方でやろうと思います。から出して、今度はこの右側を通してずっと行こうと思います。さあ、では上のソーラーパネルから配線をしていこうと思います。まあ、1個目やったみたいに車の中こうちょっと隠して下まで下ろして車内に引き込むと。で、今回も車に穴を開けたくないので穴を開けずに配線をしていこうと思います。で、上にパネルが200ワットのパネルが2枚あるんで、並列でつなぐか直列でつなぐかっていうところになってきます。で、このパネル1枚の電圧、最大電圧が、最大動作電圧が 24V で、最大動作電流が 8.52A っていうところで、直列にするか並列にするかを考えていきます。これを並列でつないだ場合は電圧は変わらないです。 24V のまんまシステムを組めると。で、その代わり電流が倍になるんで、16A とか最大17A ぐらいの電流が流れるんで、線を太くするとかそういう必要が出てきます。線を太くしたくなかったら直列でつなげばいいんですけど、直列にした場合は電圧がプラスになるので 24V24V で最大 48V になります。で、その場合は直列の場合はなんで 48V で電流は 8.52A のまんまと、そういうことですね。ただここで一つ気をつけておかないといけないのが、30V 以上の、
線を何か工事する場合は電気工事士の資格が必要になってくるので無免許ではできないと。直列にしたら30ボルトを超えちゃうんで、そうなるとちょっと厄介です。さあちょっとまた問題で、今直列並列でどうするかなっていうところで、並列にしようと思って今仕様を見てました。これボージのソーラーパネルの箱に入ってた取説なんですけど、まあ、結構詳しく出てるんですけど、で、まあ、直列並列どうするかどうつなぎなさいっていうのも出てるんですけど、まあ、今回も資格がないんで並列にするしかないなっていうところで並列にしようと思ってたんですね。でただここの 200W の出力を見てると最大動作電圧 24V で、まあ、並列で2個つないでも 24V でいけるんで資格は必要ないと。で動作電流が 8.5A が並列にすると 17A かマックス 17A になっちゃうんで、まあ、線は太くしたらいいかなと思ってたんですけど、パネル側は解決したんですけど、僕が持ってるポータブルバッテリーの方のソーラーパネル PV 入力の値を見てたら、電圧はだいたい 10V から 100V まで大丈夫なのがほとんどだったんですけど、電流の方がだいたいどのポータブル電源も 10A ぐらいまでなんですね、マックス。まあ小さいバッテリーだともうちょっと小さな電流じゃないとダメで、他のも 10A ぐらいまでのしかなかったんで、これ並列でつないじゃうとオーバーするんで2体同時接続はちょっと難しそうです。なんでまあ直列でつなげればベストだったんですけど、 48V でそのまま 8.52A なんで余裕だったんですけど、それがちょっとできないっていうことで、まあ、今回はそれぞれもともとついてるソーラーパネルはそのまま、で今回新しく取り付けたソーラーパネルも1本ソーラー入力の線を車の中に引き込んで、それぞれポータブルバッテリーを充電してあげるような感じで運用しようと思います。いつも僕たち車に2つとか3つとかポータブルバッテリーは積んでて、その時の使い方によってこれ使おうとか充電早くできるやつを使っちゃおうとかいろいろ使い分けをしてるんで、まあ、2本ソーラー入力があったらそれはそれですごい助かるんで、それぞれで使おうと思います。なんでちょっと配線だけしていきます。さあ配線です。家に余ってたこの家庭用の 100V 用のコンセントの線、延長コードですね、これが 125V 12A まで大丈夫なんで、まあ余裕だね。今回1つなんでパネルのマックスが 8.52A なんで余裕です。だいぶ余裕は見てるんで大丈夫です。であとソーラーパネルから出てる線との接続をこれに変えて延長していくんですけど、でまあ MC4 が来てるんで MC4 の端子をもう一個これにつけてつなげれば車の中に引き込めるんですけど、まあ、なんとなく心配なんで一応パッキンはついてて防水仕様にはなってるんですけど、もしそこがショートしたらえらいことなんで、僕はこの前もそうしたんですけど、この防水収縮チューブっていうやつですね、これを使って MC4 のところを切っちゃって直接これをつないでやります。で MC4 のところを切ってこれで圧着すると、そんなイメージですね。まあイメージとしてはこういうただのチューブなんですけど、ヒートガンでねしてあげると収縮してだいぶ細くなって、でこの中からなんかジェルみたいな、ゲルっていうのかな、接着剤みたいなのがこう吹き出てきて完全密着してくれるような感じですね。これ自体に保持力はないんで絶対にこの圧着の端子は必要になります。こんな感じで皮むいたんで圧着します。簡単な電気配線も 30V 以下の電圧でやる場合は免許はいらないので自分でもできますけど、まあ注意は必要ですね。電気は見えないんで怖いんで。 OK です、できました。でこれをキャンピングカー側の配線、ソーラーパネル側の配線とつなぐと。次はこのソーラーから出てる線ですね、この MC4 がついてるプラスマイナスの線とこのコンセントの線、もうちょい延長する線をつなぐのにここを切っちゃいます。さあ切りました。もうこれで電気来てるんで、ソーラーパネルなんで気をつけないとダメです。よし、つないでチューブも通したんで、あとはヒートガンで温めて密着させます。よし、できた。こんな感じで
見えるかな。ここにちょっとこう接着剤というかゲルみたいなのがこう染み出てきて完全に防水になると、こんな感じです。よし、繋がった。じゃあ、あとは中に引き込んでいくだけです。こっち側みたいに、ここはこの左を通したんで、ここだね。ここをずっと通して、で、この下からこうちょっと立ち上げて、ここを通していくか。うん、いいじゃん。こんな感じで閉めたらこんな感じです。いいね、わからない。さあ、線を引っ張ってきました。ここずっとやって、この裏、ここからで、配線は後ろからこの普通の 100V 12A まで使える線かな、それを直接ソーラーパネルからの線につないで前に引っ張ってきて、で、ここは XT60 にしてます。ここはこの XT60 をつけとくと、いろいろと僕の場合は、この車の場合は便利で、 XT60 からまた変換するケーブルがあるんで、それを使って XT60 を使ってこうアンダーソンにしたり、で、この口 MC4 にもなるんで、 MC4 でいろんなのに変換できると。で、まあ他に直接、僕の他のポータブルバッテリーなんかは直接 XT60 で入力できるのがあるんで、これで運用していこうと思います。もうちょっとだいぶ日が傾いてるんで、ちょっと力は弱いですけど、それでも90ぐらいは出てますね。充電いいね。なんでこれで1個充電して、元々のは後ろの方に置いてあるポータブルバッテリーを充電すると。